立花の窓かマンは、東京都台東区上野出身の落語家。落語芸術協会所属。本名、星野春樹。得意ネタは、豊竹や、試し酒など。出林は、大病師。日本大学豊山高等学校卒業。三代続いた、江戸っ子である。円満の名はかつては、三遊亭窓かマンと名乗った。立花のや円満として名乗った人物もいる。 最初は、天狗連で、三竜亭、タルマンの名前で活動していた。元は、上野の老舗日本料理屋、行徳の若旦那であった、ハット AB、落語芸術協会新進打ち昇進会見、デイリースポーツ。 http://www.daily.co.jp:/newsflash/gossip/2016/03/24/0008922397/shtml2016 年 3, 3月24日閲覧藤田本騒動。本騒動江戸話の出演者。相模処防。 p352isbn47 億8240万4069と笑い亭からの秘書をプロ入りした人たちと笑い亭2019年9月13日閲覧立花の窓カマンが伊豆急行の駅長に就任しました新着情報落語芸術協会2021年2月21日閲覧三遊亭窓カバ。 本日は、千秋楽。ツイッター、2021年2月18日へ閲覧。本日の午後をもちまして、一問のもの一名を破門に、いたしました。三遊亭窓カバ。よって、誠に苦渋なる決断ではありますが、本日当人に申し伝えました。ツイッター、2021年2月18日へ閲覧。名前が入ったツイートもあったが削除されている。ありがとうございます。